はい、今日お集まりをいただきましてありがとうございます。今日は大きく2点でございます。成人式の延期と年末年始の帰省自粛等の呼びかけということで2点報告をさせていただきたいと思います。まず来年1月10日に開催予定しております成人式につきましては、令和3年4月以降に延期することということで、方針を変更させていただきました。主としましては、万全の感染防止対策を整え、参加予定者に対しましても20歳のグリーンシートを推奨し、感染防止対策を呼びかけて開催する予定としておりました。しかしながら新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大が続いているということ、あと首都圏においてですね、不要不急の外出自粛の要請が発出されておるという状況、また県内の状況も勘案しまして、延期を決定いたしました。で、開催日につきましては、コロナウイルス感染症の感染状況等を見極めながら、今後関係者と協議を行ってまいりたいというふうに思っております。今の時点では未定となっております。で、新成人の皆様に対しましては延期の文書を郵送し、県外の方々につきましては市のホームページに延期のお知らせを掲載して周知する予定としております。この音楽が終わってから再開したいと思います。いいですかね、続けた方がいいですかね、一回止めたらいい、止めていいですかね。はい、いやいやいや、このサイレン、いいですか。一回切ってですね、あ、それはそれで構いません。まあ何ともいいとこですけどね、まあ、ちょっと2のやつとセットで考えてるのは考えてるんですけどね、要するに成人式だけの問題じゃなくて、もう年末年始も成人式の3連休も含めて、もう2の対応でお願いしたいという意味ではセットなので、ちょっとさらっと全体説明させていただきたいと思います。はい、ちょっとサイレンといいますか、音楽とちょっとかぶりましたので、その分だけちょっと繰り返しますと、延期の日程についてはまだ未定です。まだ来年の夏、春、秋とかですね、まあ、どうなっているかまだ分かりませんので、状況を見ながら今後決定していきたいと思っております。実施時期についてはと。で、新成人の皆様に対しては延期の文書を郵送し、県外の方にはホームページ等で、周知をしていきたいと思っております。続きまして、年末年始の帰省自粛の呼びかけをしたいと思っております。で、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大、特に主要都市における感染者が増大しております。で、本県では県外への往来等に端を発した感染が会食、職場等を通じて拡大をしております。市民の命、生活、地域の医療体制を守るために、年末年始の帰省の自粛をですね、呼びかけていきたいと思っております。市内の医療機関のリソースといいますか、資源というのは限られております。医療従事者を守るためにも、地域の医療体制を守るためにもですね、今回、成人式に限らずですね、年末年始、帰省の自粛をお願いしたいと思っております。ただ、やむを得ず帰省をしなければならない場合につきましては、前回の20歳のグリーンシートをもとにしてですね、こちら、グリーンシートを作りました。チェック項目があります。日頃の3密回避や大人数の会食を控えるということ、あとココアのインストール、発熱等がないとか、あと帰省した後の行動についてもこういったチェックシートを設けましたので、やむを得ず帰ってこなければならない場合にはですね、こういったことをしっかり意識をして、
移動を行っていただきたいというふうに思っております。ただ原則はですね、ここにあります通り年末年始県外からの帰省の自粛をですねお願いしたいと思っております。これは成人式のある成人の日の3連休までですね、の期間をお願いしたいというふうに思っております。以上で発表事項は終わりたいと思います。冬の冬季の時期に、状況はそんなに変わっていないだろうという中でですね、新年度の中で、いつにするかということを検討していきたいと思っております。春にそのワクチンの状況であるとか、感染の状況の広がり等によって、春に案内して夏ということもできるかもしれないですし、ただ春が見通せなければもう夏もできないでしょうし、ちょっと今の段階ではなかなか時期は決められないというふうに思っております。4月以降というのは4月以降の年度のイメージですね。4月にやるってことじゃなくて、もう4月以降、秋かもしれないし冬かもしれません。1年延期になる可能性もそれはありうるとは思いますけど。もう冬の時期については状況がそれほど変わっていないだろうというふうに思っておりますし、2月3月やろうと思えば今の時点で延期の時期を決めなければできませんので、はい、今のところ4月以降ということでいいですよね。先週ですかね、予定通り開催をすると、その代わり会食だけは控えてほしいということを記者会見で申し上げました。で、発表の次の日なんかはですね、新成人の方がこのグリーンシートが欲しいとか、しっかりやりたいということで、問い合わせも多くございました。で、加えて、これを受けて、同窓会を中止するというような動きもですね、私の皆さんの中では起こったようであります。ただ週を明けてから、今週に入ってからですね、美容室関係でありますとか、医療関係、介護関係に近い方の声とかの中ではですね、やっぱり開催をしないでほしいという声を多数いただきました。で、これで東京がですね、小池都知事の発表でもありましたけれども、非常に強い危機感を持った発表も出たところでございます。そういったことを全体的に勘案しながら、延期をせざるを得ないというふうにですね、したところでございます。混乱等もあるかと思いますけれども、はい、これにつきましてはもう、こういった決断をせざるを得なかったというふうに思っております。市内に住民票を置いていらっしゃる方と漁業技能の実習生含めまして、おおむね400人程度を見込んでおります。帰省をされる方含めて400人程度見込んでいるところでございます。前回12月17日の記者発表の時の資料では391人というふうに資料を差し上げたところでございます。県外の割合はわからない。住民票があると漁業研修者で391人で出席者は400人を想定しているということです。どうもありがとうございます。
盤な声、もしくはやめてほしいといった電話やメールは何件ほど市役所の方に送っていたんでしょうか。はい、18日にはですね、実は5件ほどグリーンシートが欲しいというようなメール、連絡をいただいたところです。19日以降はですね、11件ですか、延期をしていただきたいというような、まあ、電話、メール、まあ、訪問していただいた方もいらっしゃいますし、そういったような、要望をいただいた方もいらっしゃいます。フリーメーカーした先ほど市長が言われたように、家族に高齢者がいる、もしくは医療従事者、は家族にいるので不安だ。まあ、一番のきっかけはやっぱり都心部の東京都の感染拡大が非常に止まらないと、非常に拡大しているということが大きいなと思っています。あと小池都知事の大きな発言もありましたので、まあ、メールとかがですね、まあ、十何件ももちろん多い件数であるんですけども、その、まあ、5件の賛成の声も柔軟件の声も、まあ、非常に数としては非常に三段に悩むところではあったんですけども、どちらにしても賛否あるだろうと思ってましたので、まあ、ただ感染流行地域における状況がですね、非常に厳しいと、まあ、日本国全体を見回したときには、まあ、今回も移動しないという判断の方がいいんではないかということで、まあ、そっちが、まあ、今回その先週から今週に変わった理由としてはですね、そっちの方が非常に大きかったなと思っております。ありがとうございます。何ご質問今日は、まあ、結構県外から帰ってくる人もいると思うんですけども、そのために、まあ、整理式と、準備して、まあ、航空券とか買ってしてる人いると思うんですけど、その辺についての対応とかっていうのは何か考えていらっしゃいますか。はい、どうしてもですね、やむを得ず今いろんな家族の事情とかで帰省しなければならない場合はですね、こういった形で行動をしっかり気をつけてもらえば、感染が防げる病気でもありますので、こういったことを徹底していただきたいと思っております。宿泊する場所、滞在する場所、家の中で同じ家の場合であってもですね、距離を持って、家族の間で過ごしてもらうという対応もできますので、禁止をするわけではありませんし、そういった権限を持っているわけではないわけであります。ただ、まあ、会食につきましては前回の記者会見でも明確にしてほしくないと言っておりますので、まあ、どうしても帰らなければならない場合でもですね、そういった会食の機会等も、まあ、控えていただくというような対応をお願いしていきたいと思います。あと前回まあ、ゴールデンウィーク、まあ、規制をちょっと、まあ、キャンセルした人には番号とかそういったのを、まあ、プレゼントしたいと思います。年末年始は何か考えていらっしゃいますか。まあ、今回につきましてはですね、考えておりません。まあ、前回は、まあ非常事態宣言等のが出された後だったですかね、まあ、そういったところとまたちょっと状況が違うと思っておりますし、実際的な準備も時間的な事務的な時間も足りませんので、まあ、そこまでは考えておりません。どうぞ。まだですね、まだそこまではまだ検討できておりません。まあ、例年でいうと、もう1月の最初の3連休の中日ですかね。ということが決まっておったので、周知についてはしなくても、もう認識があられるわけなので、まあ、今回どのくらい前に周知した方が伝わるのかということは、今後しっかり検討してですね、しかるべきタイミングで周知を行いたいと思います。ありがとうございました。